秋山さん。はるかちゃんは？いえ、まだ警察の方からも連絡ありません。そうか、くそ。秋山さん、何が起きてんの？はるかを連れてたあの連中なんや？大阪工業って組だ。奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっている。はるかちゃんがその手紙を持ってると思ってんだ。そんなもののために？まさかそれで社長も堀江君もその大阪工業が？ああ。なんてこと。このまま何もできへんの？うちらはるかちゃんがどこにいるのか手がかりはゼロだ。動きようがない。失礼します。お前、勝也。はるか、はるか。眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ？この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参、大阪工業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は？彼女の別れた夫、それは東城会の大幹部真島五郎です。なんだと？真島は先日札幌で死んだはずでした。しかし実際は生きている。我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う？彼女の持っている万年筆です。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分の全てを託した。私はそう見ています。あんたは一体？パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。はるかさんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。分かっています。だがヤクザとはそういうものだ。できればいい返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。とりあえずは、はるかちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうが、この町にじゃ、俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番で、はるかちゃんを連れて神室町に行く。あそこなら東城会の力があるから、近江連合も迂闊に手が出せないし、
何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今は遥ちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。もしもし。沢村遥さんですね。そうですが、メールを見たんですけど、どなたですか？大阪芸能の社長の勝也です。一体何の用ですか？パクさんが旦那さんからもらったという手紙を渡してほしい。今君の手元にあるはずだ。どうしてですか？お断りします。君はパクさんを殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃあ不本意ではありますが、脅迫するしかないですね。脅迫？実は君のことを調べさせてもらいました。君のような素晴らしい才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったものでね。君沖縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。そうですが、それが何か？その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。東条会との交渉から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも彼に恨みを持つ人間は未だに多い。もし桐生さんの居場所が知れたら、仕返しに向かう者が出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう、桐生さんの命と朝顔の存続、パクさんが残した手紙と交換といきませんか？そんな。君のアイドルとしての才能は私も買っています。本来なら順調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか？わかりました。その代わり手紙を渡したら、今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界、君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅？ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないが、そこまで私に来てほしい。ああそうそう、もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。はるか、目を覚ましたんですね。気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です。もう怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえはるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか？
ええ、場所は社長の金庫の中に、帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。参ったな、あそこにあったのか。俺も迂闊だったよ。はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい？いえ、読んでません。そっか。差出人はね、君も知ってる人だったよ。え？真島五郎、東条会の大幹部。真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。勝也の狙いは手紙の中身。行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、私が預かっててもいいですか？いや、しかし、いや、それじゃあ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫、私に考えがあるんです。任せてもらえませんか？そうか、わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ、もう一人で大丈夫ですから。そう？あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。秋山さん、どないしたん？さっきから浮かへん顔して。はるかちゃん、何か隠してるな。え？何のこと？目が覚めた後からずっと様子が変だった。ひょっとしたら勝也に先手を打たれたかもしれない。ひょっとしてさっきの？どうした？さっきはるかが目を覚ます前、部屋から話し声が聞こえました。新大阪駅って言ってたよな。新大阪駅？誰かと電話してたのか？本当にそう言ってたのか確信は持てませんが。他に手がかりはないしな。将来今はそれにかけるか。すぐに後追いかけよう。